今日9月1日は関東大震災が99年前に発生した日です来年で関東大震災100年目になりますこの9月1日昼間ぐらいに発生した関東大震災とはどういう震災だったのか今日は振り返ってみたいと思います1923年というと大正12年9月1日正午2分前に 関東大震災は発生したんですね。その時のマグニチュード7.9と推定されております。その震源地は、相模湾北部を震源とする海溝型の巨大地震が発生しました。まあ、近代化した首都圏を襲った唯一の巨大地震であり、南関東から東海地域に及ぶ 広い範囲で被害が発生し、10万人の犠牲者が出たといいます。なんか関東大震災というと、東京が震源地のように思っている方がいるかも分かりませんが、この右の地図を見ていただくとお分かりのように、震源地は相模湾でございます。そして、この相模湾というのは、下の、 地図を見ていただくとお分かりのように相模トラフ周辺のプレートの境目にあるんですねまあ北アメリカプレートそれからユーラシアプレートに挟まれてこのフィ,リフィリピン海プレートの北部の方には相模トラフというのがありましてこの 関東大震災はこの左端の地図のですね赤線の枠の中の部分がまあ海底における近く岩盤がずれたことによって大地震が発生したんですねそしてその第1弾目は相模湾そして震源の第2発目は東京湾 そして第3発目は山梨県近くの方へ。ということでその被害の大きさがまあ甚大なものになったわけですがそのまあ、被害の一番大きいのはやはり相模湾沿いの神奈川県とそれから千葉県内部が大きな被害を被っております。 まあ、関東大震災に際しては東京での大火災による被害があまりにも多かったため東京の地震だと思っている人も多いと思いますが図から分かるように震源地は相模湾を中心に広がり、まあえー、住宅の全壊率から評価した震度分布を見ても神奈川県から千葉県南部を中心にです、ね、震度7や6強の地域が広がっているわけですね。 関東大震災の死者行方不明者約10万5000人で我が国の自然災害史上最悪であるとそのうち火災にある死者が約9万2千人で圧倒的に多いわけですねそれ以外の1万3000人のうち強い揺れで住宅が全壊したことによる死者数は約1万1000人と火災とですね住宅のまあ倒壊により 潰された人が大半であったということで、この9月1日に災害に対して我々はどう備えるか考え直す必要があるのではなかろうかと思います。日本は災害の列島、地震国です。いつ地震があってもおかしくありません。9月1日、関東大震災の日に、またその備えを一段としたいと思います。